女王様がこんな姿になってるのもジャボーの仕業やろな。おっ、何かいい匂いがしないかい。クラン、クラン、どこだい。はい、ここにおります。女王様、この者たちが新しい食べ物を運んでくれました。ほら、かわいい坊やだこと。さあ、それをこっちに持ってきておくれ。さあ、僕が持っていくの。早く、早く持ってきておくれ。よいしょ、早く。やっぱりチーチーは最高よね。それでもうないの？え？もっと、もっとちょうだい。女王様、このまま食べ続けたら体がパンクしてしまいますよ。クラン、私は食べたいの。そう言われましても、私は女王様のお体を考えて。どうやら女王様も抜け殻人やな。え？でもそんな感じせえへんけどな。失った心のかけらの種類によってはこういう分かりにくい場合もあんねん。女王様の失ってるものは我慢の心や。我慢。せや、そいつを失ったせいで食べることへの抑制が効かんようになっとる。女王様に頼み事をするには抜け殻人の状態から救ってやらなあかんみたいな。分かった、じゃあ我慢のかけらを探すんだね。お、オリバー君、だいぶ分かってきたようやね。じゃあ行こう、オリバー。女王様をよろしくお願いします。you
Thank you.
なんか身も心もすっきりした気分だわね。一体どうしたのかしら。女王様の心の病をこれでもう女王様は食べる欲望から。あら、そう。でも不思議ね。前ほどは。安心いたしました。これでババナシアも再び元の姿によみがえ。そうね。これ女王様、この者たちにお礼をせねばなりません。あら、確かにそうね。はい、女王様。あら、船を貸してほしいんです。船。ああ、南の海に置いてたプカプカのことね。いいわ。ビッキーニの管理人に力になってくれるようお手紙を書いてあげるわね。本当ですか？ありがとうございます。おお、でもあなたのような坊やが海に出て一体どこに行こうというの？はい、それうん、僕たちは賢者様。はい、ですが魔法が使われなくなってからは。それであなたたちはその賢者様に。賢者様に力を借りたいんです。何？その澄んだ瞳は本気だわ。本当ですか？この世界に賢者様は4人。母さん。でも。え？お？もう一人の賢者様は私の嫌いな。それがかなりのビックラン。なんやこの番。これで見放んか。これが…これは完璧な手が…お役に…じゃあ…はい。Thank you.
をつけて。
それ、返してよ。なんだよ、どうせただの肖像画だろうが、そんなにムキになんなよ。それは、大事なものなんだ。そっちこそ、なんでそんなもの盗むんだよ。こんなものが出回ってると、少々都合が悪くてな。じゃあ分かった、こうしよう。俺が金で買ってやる。それでいいだろ。ダメだ、絶対売れない。それは必要なんだ。おお、どう必要なのか、話してみろよ。話したら、返してくれるの？さあ、どうかな。これは、賢者様なんだ。この人に会いに行くんだ。ジャブを倒すために。おい、お前今なんて言った？ジャブを倒すんだよ、みんなの力で。賢者様に大きな魔法の力を学ぶためにやな。このオリバーは頑張っとるっちゅうわけや。さあ、話したよ。返して。お前たちがジャボを倒す？で、このハンサム賢者様を本気で協力させようってのか？うん。絶対に協力してもらう。バカか、お前は。どこから来んだよ、その根拠のない自信はよ。
今この世界にジャボーに歯向かおうってやつはいない。きっとあいつだって。え？あ、いや、とにかくそんなのは無理だよ。可能性あると思う。何？オリバーは私の父ソロンを目覚めさせてくれた。そして私も。ソロン？まさかあの大賢者のソロンか？ソロンは今や本気でジャボーと戦おうとしてるんやで。本当か？ソロンは？本当だよ。まあいい、騙してばっかだったからな。たまには騙されてみるとするか。案内してやるよ、そいつのところにな。え、知ってるの？ああ、ちょっとな。すごい、ありがとう。ジャイロだ、少年、よろしくな。少年じゃない、オリバーだ。おっと、そうだったな。じゃあよろしく頼むよ、オリバー。私はマル、大妖精のしずくや。じゃあいよいよ出航だね、オリバー。なんかワクワクするね。Yeah.
遅かったな。うん、いろいろあってね。こっちの準備は整ってる。出すぞ。はい、船長。怒りを上げろ。久しぶりの航海だ。腕が鳴るぜ。出航。動いた。ワクワクすんな。めんどくさそうだな。さあ、広い海が俺たちを待ってるぜ。帆を開け。ジャボー殿、手こずっておられますな。困りましたな。あれだけ大見えを切っておいて。火山の主にナイトメア、あの程度の力で倒せると思ったの？執行者としては少々手狂いのではないか。その使命忘れてはおらんだ。してジャボー殿、次なる策はあるのですかな？はあ、次こそは私自ら手を下すことにいたしましょう。おお、そう来なくてはいけませんな。今さら遅いのではなくて？皆様静粛に。ではジャボー、お前に新たな力を授けよう。嵐を呼ぶ魔導の力。はあ、光栄に存じます。次こそは必ず奴が。期待しているぞ、執行者よ。見えてきたな、レカ大陸や。もうすぐ次の賢者様に会えるんだね。ふんふんふん。おお、よくぞここまで来た。
では見せてもらおうか。おい、なんだよあいつ。ねえ、あれって闇の魔導士ジャボー。待っていたぞ救世主。それが今のお前の力か。ジャボー、アリシア様は、アリシア様はどこだ。アリシア、懐かしい名前だ。滅びの運命を変えられるのならば見せてもらおう。お前の抗う力というものをな。
目ん玉。こっち見てるよ。ドクロメだ。ドクロメ。魔法の竜巻だ。くそ、この怪奇は出ないはずだぞ。もしかしてさっきのジャボーの魔法。間違いないで、しっかり捕まれる。この目に睨まれたらおしまいだ。もう睨まれてるって。あれ、ここは…オリバー、オリバー、君は…こっち、こっちだよ。オリバー、こっち。うん。あ、ちょっと…オリバー、もう危ないよ。ごめん。だって、僕さっきまで…大丈夫だよ。え、大丈夫？おっきなメメ、もういないよ。おメメ？あ、ドクロメ。そうだ、僕なんでホットロイトに。ジャボーは、みんなは。みんな、オリバーがね、最後なんだよ。え、何言ってるの。こっちだよ、オリバー。心が連れてってあげる。ちょっと待って、オリバー、急いで。気をつけて。
you